はい、始まりました。はるかと、みことの、ミルブロ。パーソナリティは、私、阿部あべはるかと。こんばんは。みこと先輩で、お送りいたします。今回は、異世界ファンタジーです。これもチートものだろうか一応、チートではあるのですが、少なくとも、お列へではないですね。チートバトル的なものなのだろうか では、今回のお題は、俺のメガネは多分世界征服できると思う。です。タイトルは、俺つええっぽいのだがな。それでは、作品紹介を。アルバト村の下流ドミナライ、エイルは、剪定の儀式でメガネの素養を言い渡されます。特殊な素養のため、王城に出頭することになり、ついでに姉のホルンの様子を見るために、王都に向かいますが、 オートで生活していくうち、メガネの可能性や下流ドの技術の高さなどを見込まれ、暗殺者学校にスカウトされてしまいます。そして、暗殺者の技術とメガネの隠された力を組み合わせることで、周囲の予想を超えた活躍を見せ、様々な形で影響を与えていきます。と、いった感じでしょうか。アイテムチートだろうか アイテムの性能と本人の素質が噛み合ったことで、チートになった感じでしょうか。選定の儀式で、メガネの素養を言い渡されたエイルは、今までにない素養のため、オートに向かうことになります。最初はメガネを召喚するだけだったので、魔法使いの素養の可能性もあると思われていたが、結局は、王上にメガネを納品するだけで放免されることになるのだがな、 冒険者になった姉のホルを探しながら、オートでの生活を始めますが、エイルの性格とカリードとしての技術、メガネの力で目立たずに活躍するうちに、B1 ト家の当主、ワイズから暗殺者育成学校にスカウトされます。暗殺者ギルドの隠れみのである狩猟ギルドの依頼を達成したり、ワイズの幼女、セリエを狼の襲撃から救ったりもしているからな、 ちなみに、姉のホルンは、有名な冒険者チーム、夜明けの国長に所属していて、悪魔払いの聖女の異名を持つぐらい有名人になっていました。ホルンは、闇狩りの戦士の素養を持っていることと、直感と本能で活躍することで、周囲に様々な影響を与えているそうだな。ある意味、主人公よりチート主人公らしいキャラですよ。 ただ、エイルも含め、振り回される側は大変らしいがな。暗殺者養成学校に入ることにしたエイルですが、カリュードとしての技術を持っていることで、他の新人より先に進んでしまいます。修行のための村について、すぐに卒業試験の魔物を飼ってきたり、他の新人を助けることで、自力での成長を妨げてしまうなど、 教官たちの想定外の事態を引き起こすことになるぞ。そのため、別の町の暗殺者ギルドで訓練することになるのですが、ギルドでの訓練によって、さらにメガネの能力が判明しますよ。特定の条件があり、不完全でもあるのだが、メガネで見た相手の素養をコピーできるのは、まさにチートと言えるだろうな。 オブシリア・ウルフの討伐隊への参加や暗殺者訓練生が集うブラインの塔への試練。ブラインの塔での訓練や予想外の依頼や遠征など。様々なトラブルに巻き込まれながら世界に影響を与えるぐらいに成長していく。そんな感じの俺のメガネは多分世界征服できると思う。ですが、どうでしょうか個人的感想ではあるが、 かなりギャグ寄りだな。確かに、会話が掛け合い漫才みたいになってますからね。エイルは、一人語りではツッコミなのに、会話するとボケになるからな。しかも、ツッコミでもボケでも、毒のある発言が多いという。実際、読んでて大笑いしてしまう話もありますからね。ちなみに、アニメ化については ちょっと難しいかもしれんな。書籍化もコミカライズもされてますけどね。ただ、絵にすると作品の良さが。会話の面白さより、絵柄に目がいってしまいますからね。個人的には、CD ドラマの方が映えそうな気がするのだがな。メガネチートファンタジーをネタにしましたが、今回の配信はこのあたりで。 そういえば、俺つええではない、というのは主人公は、候補生の中では飛び抜けてますが、勝てない強者も多いですからね。養成学校の教官など、圧倒的強者も多かったからな。そういう強者に胸を借りられたからこそ、主人公も強くなれたと言えそうですね。綺麗にまとめたな。それでは、 ご視聴ありがとうございました。また次もよろしく。